ハッピーバースデー。今日はなんと私の、息子長男ポンスのですね4歳の誕生日でございます。電気が全然ついてないんだからね。ちょっといそこにいるので本人にインタビューをしてみたいと思います。お誕生日のポンスくんです。イエーイ、何歳になったんですか？4歳になった。4歳になったんだね。やったね。4歳になった気持ちはどんな気持ち？元気。元気な気持ち、うん、じゃあそんなポンス大先生にママからプレゼントがあるのでちょっと待っててくださいね。はい、ちょっとここでじゃあさ座って待っててね。おめでとう。ギュンギュー、あとでしよう。うん、じゃあ目つぶってください。5 4 3 2 1、お誕生日おめでとう。トゥ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 、プーえ、なにこれ。見て、うん、これマリオと、うん、お花と、もう一個プレゼントがあるんです。うん、え、なんか風船に微妙なリアクションされたんですけど、ねえちょっとボス、マリアの顔が見えない見えない。可愛くない？いや、目つぶってください。誕生日おめでとう。イエーイ、あー折り紙キングだ。どう？嬉しい。よかったー。イエーイ、嬉しい。うん、なんて言うの？ママとリサになんて言うんですか？ありがとう。いいえ、どういたしまして。イエーイ、イエーイ、おめでとう4歳、おめでとう4歳、おめでとう4歳、4歳、4歳、やった4歳、イエーイ、イエーイ、イエーイ。4歳になってなんか一個頑張ること、うん、何がありますか？幼稚園に、うん、あの頑張って、うん、あの一緒に、うん、で、うん、これであのさ、うん、なんかさこれがいいってさ、あのさあのおもちゃも買ったりして、でお菓子も買ったりして、めっちゃめっちゃ嬉しい。よかったよかったで、本当によかったよ。だってもう幼稚園頑張ってるもんね。あ、え、じゃあ可愛くない？うん、え、マリオなんだよ。あ、パパから誕生日サングラスだって。じゃあちょっと早速座って、じゃあ一緒に写真撮ろう。はい、いくよ。はい、お誕生日おめでとうポーズ、4歳これかわいいね。うん、じゃあ、あ、座って、あ、座ってください。だってマリオのケーキ。ハッピーバースデートゥーユー、何のケーキかい？ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。お、電気自分で演出してくれた。これなんと手作りです。すごいでしょ。うん、じゃあ、ふーふーして、ふーってしよう。じゃあ、座ろう。うん、すごい。じゃあ、4歳になったのでかっこよく火を消してください。どうぞ。ん、こっちも、そっちもだよ。ん、ん、よし、火を、うまい。あと最後、食べたい？食べたい。また今は食べたくない。何したいの？ゲームの折り紙キング。折り紙キングがやりたいんですって。じゃあケーキ後でにする？もう今日は誕生日だからいいよ。じゃあ折り紙キングやろっか。うん、よし、ママとやる。ママとやる？いいよ。イエーイ、ケーキは二の次です。男の子ってそういうものだと思いますよ。うん、マリオ、やっほー。今日はね、夜ご飯もマリオ、特別なディナーだから。マリオ、やっほー。マリオ、やっほー。じゃあゲームやろっか。うん、皆さんどうも、こんにちは、ポンスです。今回はクロエで遊びます。レッツゴー。早っ。
全部持ってくれた。ポンスのね、誕生日でね、4歳になったのね。そうです、この4歳になってから、誕生日当日ちょっとうーくんが仕事でいなくって祝えなかったから、遠隔で贈り物が届いたんですよ。それがこちらです。じゃん、でかーい、でかすぎー、はい、でかすぎ出た。もう本当にでかい。もうなんでこんなでかいものをもう頼んだのか私にはもう全くわかりませんけれども、皆さん見てください、でっかい車です。せーの、じゃじゃん、でかすぎなんだよ。とにかく今これが届いたもんなんで、完全にガッチガチでやりたいと、完全にガッチガチでやりたいと思います。ピンズレスじゃあ行きます。ちょっと確認して説明書も入ってますので、早速作っていきたいと思います。レッチゴー。誰でもね、自分オリジナル、うん、ポンスオリジナル。あ、じゃあカッターで一緒に開けていきましょう。ちょっと危ないんで、はい、ポンスが押さえていきます。うん、押さえててください。何これ、ちょっと危ないからね。そうそうそう、これ開く、これ。おった、そっち側も行くよ、ちょっと離れて。次の日になってしまいました。充電がきっと終わったはずです。動くでしょうか。終わってるんです。白くなってる。本当だ、終わってる。じゃあまずここを抜いて、抜いて、よし、では作動させてみましょう。アクセル踏んで、足元、楽しみ。今回はね、ここの後ろがね、マリオみたい、まあ、雷みたいのでね、早速やっていきたいと思います。その喋り方もうテンプレじゃん。ワクワクする。電池が入ればきっと動きます。動きます。電源が入りましたので、はい、出発します。いきますよ。Yeah.
からないように気をつけて。いきますよ。いっぱいこれで遊んでね、4歳は。OK? じゃあこれで今度、幼稚園行くか。これ使って。